はい、こんにちは。今日はですね、焼いたら終わりなのかっていうことでですね、フリーカップとお茶碗、飯はですね、焼きました。検証したいと思います。器を作ってる人がですね、どういうことを、判断しているのかっていう一つの例ですね。そう、こういう感じのことを皆さん考えてるんですよ。そこまでこう、焼いて終わりじゃないんだよっていうことですね。せっかく焼いたんだから、それを失敗したものだとしても、やっぱ、それをもとにですね、データの蓄積をして、より良い作品作りに生かしたいということですね。こちらがですね、自作の、622ですね。でこっちが、購入している、石灰透明釉、35透明釉っていうのかな。同じ条件でした。同じ条件で、最初の動画ではですね、こっち1230度って言いましたけど、設定を変えてたのを忘れてまして、後で確認したら、どちらも1240度で焼いてたので、確認します。土はこちらは、こっちの2つは、信楽の赤土。こっちは、赤酢貫入土ですね。ちょっと、調べると言ってもですね、そんな、何かすごい専門的なことができるわけじゃないんですが、まず簡単にですね、ちょっとこのヘラで調べてみましょうかね。こんな感じです。今度こっち、これも透明釉ですね。はい。で、同じ条件で釉薬だけが違う、この2つ。違いますよね、音がね。これはですね、かなりこう乱暴な、方法だと思いますけど、一つですね、釉薬が変わるだけで、こんな風に変わるんだよっていうことをですね、また後で解説も入れたいと思います。ラップをかけれるのかをちょっとやってみましょうね。まずはこの透明釉の3号石灰透明釉の方のお茶碗からやってみます。お、どうですか？こぼれないですね。大丈夫ですね。大丈夫。同じようにフリーカップを、やってみますね。お水が入ってます。これも大丈夫ですね。この灰立て自作の、超積6ドバイ2、わらばい2の方をやってみますね。お、大丈夫かな。もうどうなんだ。あ、ちょっとダメですね。やっぱちょっとラップが釉薬の面にくっついてないですね。このお茶碗の方なんかもうやる前にもわかる、やる前にも分かってるよなっていう感じですね。はい、当然こうなります。専門家の方がご覧になっていれば非常に乱暴なテストだったんじゃないかなと思いますが、実際にこう皆さんがですね、家庭で器を使う時にこういうことをね、気にされるんじゃないだろうかと思います。特にこうラップがね、かけられるかどうかというのは、男性はですね、本当にこういう意識がないんですね。本当気迫というか。で、僕もですね、お客さんとか、僕のとこ親戚女性が多いので、女性陣からいろいろ突っ込まれて、ああそうなんかみたいな感じで、身につけたということです。はい、それじゃあですね、さっき音がですね、乱暴なテストだったんですが、この、透明3号と、自作の灰立ての、お茶碗でこういう音がね、振りかぶも違いましたけど、なぜかってことですね。土は一緒で、調整条件も、結局僕は間違ってて同じだったと。
で、釉薬だけが違うのに、あんな風な違いが出る。で、なぜかっていうことなんですが、前ですね、お話したように、こう釉薬というのは、土、まあ、ボディですね、一緒にこう溶け合ってですね、ようやく、存在できるというか、成立できるというか、そういうものなんですね。相手がいないとダメなガラス質ということなんですが、この時にやっぱここでこうしっかりこう釉薬と土が、くっついてます。くっつく層ができてます。で、それがきれいにできてる、きれいにできるような調合が、まあ、透明釉ということですね。釉薬の分類がある中でど真ん中、ドストライクが透明釉ということなんですね。マットってどういうことかっていうと、溶けてないってことですね。まあ白マットとかね、黒マットっていう方に行けば、今度はこの釉薬の方に溶けてないものが存在するようになるわけですね。これもかなり乱暴な説明ですよ。で、だから、ね、ここが溶けてないやつがいっぱいいるから、表面がこう、まあ、これまあ乱暴ですけど、理解としてはまあデコボコになってると、デコボコになってるからキラキラとは見えない、マットに見えるってことですね。まあ、すりガラスのような状態、ガラスはガラスなんですけど、すりガラスのような状態になっているから、3号の石灰透明に比べれば、ここの、結びつきの方、強さもですね、若干こうちょっと少なめということですね。だから響かないっていうか、ね、音がほんのちょっとですけど変わる、使っていくのに問題があるわけじゃないけれど、こういう違いがあるんだよということです。ストライク、ドストライクにある釉薬をドストライクの温度で焼いたらこんな感じになるってことですね。で、透明釉っていうのは意外とストライクゾーンは広いですよということです。そして、大事なことですが、今回釉薬の濃度がかなり、薄いですよね。薄いということは、この距離が短いわけですから、この結合している部分もほぼ結合みたいなことですね。そういう風な、状態になってるからっていうのもあります。だからここにもちろん、わざと熱くかけたりすればまた表面も変わってくるし、まあ、物理的性状も変わると言えるとは思うんですが、ね、そんなね細かくこうやっていけないけど、音がちょっと違うなとか、ラップかけれるなとか、それぐらいのチェックはですね、こんな風にできるんじゃないかと思います。だから焼いたら焼きっぱなしじゃなくて、ここぐらいまでは踏み込んで、どんどんねまた釜で焼いていきたいと思います。どうもありがとうございました。